皆さんこんにちは、バーチャル DTMer のクランとリオンです。今回はボカロやポップスなど様々な歌物の楽曲で誰もが一度は聞いたことのあるラジオボイスの作り方について解説していきます。おお、ラジオボイスになってる。曲中で使うとこんな感じですね。古いラジオや古い電話の向こう側から聞こえてくるような音を再現するエフェクトですね。あくまでワンポイントで使うエフェクトではありますが、楽曲にインパクトを与えられるので覚えておいて損なし。今回はラジオボイスを作る方法とラジオボイスを作る上でおすすめのプラグインを紹介していきます。それじゃあ壊れかけのラジオボイス行ってみよう。それではラジオボイスの作り方です。まずはラジオボイスをかけたいボーカルに EQ を適用します。無料、有料、DAW付属のもの、何でも OK ですが、アナログ EQ よりもこのようなデジタル EQ の方が操作が分かりやすいのでおすすめです。今回は誰でも作れるように TDR ノバという無料 EQ を使っていきます。この EQ でラジオから流れているようなザラついた質感を表現していくわけですね。まずはハイパスフィルターをかけていきます。つまり低音をカットしていくということですね。音を聞きながら少しやりすぎと思うくらい、だいたい 500Hz から 600Hz くらいまでバッサリとカットしていきます。おー、なんかすでにそれっぽい。そして次は逆にローパスフィルターです。つまり高音もカットしていきます。こちらも少しやりすぎくらい削っていきます。目安としては 3kHz あたりです。音を聞きながら調整していきましょう。正直これだけでもありっちゃあり。最後に中域を少し強調していきます。この山になっている部分の少し高域寄りを持ち上げて、よりザラついた音を表現していきます。もうこれは完全にあのよく聞くラジオボイス。ここまででも OK ですが、さらにディストーション系のプラグインで歪みを加えることで、より古いラジオ感を演出することができます。ここでは無料プラグインのキャメルクラッシャーを使用していきます。適当に合いそうなプリセットを選んで、歪みの量と、原音とエフェクトがかかった音のバランスをミックスで調整すれば OK。おー、すげー、なんか思ってたより簡単。もしくはアイゾトープのバイナルもおすすめです。年代別のレコードから再生されたサウンドや傷の量、ホコリっぽい音なども追加できて、ローファイ感を演出できます。今回使ったプラグインが全部無料ってのはすごい。最後にエフェクトをオフにした状態と EQ、キャメルクラッシャー、バイナルをオンにした状態を比べてみます。 Yeah, you know what you gotta do. 踏み出さなきゃ始まらない。 Yeah, you know what you gotta do. 踏み出さなきゃ始まらない。ちなみに今回紹介したエフェクトは当然ボーカルに限らず、ギターやドラム、ピアノなどの楽器、もしくは楽曲全体にも使うことができます。試しに楽曲全体に使ってオートメンションを書いてみましょう。おー、楽曲のアレンジ、表現の幅が広がるね。古臭く聞こえる表現でローファイ感を演出するので、聴き手側にも印象付けることができますよね。あくまでもワンポイントで使うのがいいと思います。皆さんもぜひ制作中の楽曲で試してみてください。それではここからはラジオボイス、ローファイ感を演出するおすすめのプラグインを紹介していきます。一つ目に紹介するのは XLN オーディオの超人気プラグイン RC20 レトロカラーです。ボーカルはもちろんですが、ギター、ベース、ドラム、ツーミックスなどにかけてヴィンテージ感を簡単に演出することができるプラグインです。ノイズ感、音の揺れ、歪み、サンプルレートを減少させて音を汚す、リバーブ、テープから流れているような音の再現、これらの量をそれぞれのノブで調整していくだけ。もちろんラジオボイスもこれ一つで簡単に作ることができます。
don't know why, but I know what I gotta do for one thing. I want for my life, fight for your right. Yeah, you know what you gotta do. 踏み出さなきゃ始まらない。DTM は当然パソコンで作っている音楽ですから、どうしてもデジタル感があり、アナログ特有の温かみのあるサウンドを再現するのが難しいです。しかし RC20 レトロカラーを少しかけるだけで、そのデジタル臭さを消すことができますし、なんといっても購入したその日からすぐに使えるプリセットが超優秀。とにかく人気のプラグインです。たまに 50% オフのセールをやることがあるので、その際は迷わずゲットすることをおすすめします。そして最後に紹介するのは Mac DSP の FATSBOX です。こちらは真ん中画面をご覧いただいて分かる通り、さまざまなメーカーのラジオ、拡声器、古い電話、ガラケー、イヤホン、ヘッドホンなどから流れる音を一発で再現できるプラグインです。最初に説明した通り、ラジオボイスをはじめヴィンテージ感あるサウンドは自力で作ることはできますが、手間がかかる上、狙い通りの質感はなかなか出しにくかったりします。しかし FATSBOX はそういった音声加工に特化したプラグインだけあって、プリセットのバリエーションの数と質が圧倒的にいいです。もちろんボーカル以外でもローファイ感を演出するプラグインとして、どんな楽器、そして楽曲全体でも使用することができます。ローファイ演出のプラグインは今後これ1個あれば OK というレベルですから、持っておくとアレンジの幅が広がるのでおすすめです。紹介した製品のダウンロード先、購入先は概要欄にまとめておきますので、気になったものがあればぜひチェックしてください。今回の情報が少しでも役に立ったと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンをポチッとお願いします。ということで、ラジオボイスの作り方いかがでしたか？ラジオボイスを作るというよりも、音声をヴィンテージ加工するという考えの方がいいかもしれませんね。どんな楽器にも使えるエフェクトですから、ぜひ有効活用してください。私たちの曲で言えば、ブランニューデイの C メロに使ってるよね。その通り。 DTM チャンネルとは別で、僕らのオリジナル曲や歌ってみた動画をアップしている VTuber チャンネルも、よければぜひ登録お願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。選択肢は2つしかない。ラジオボイスと生きるか、ラジオボイスと死ぬかだ。